皆さんこんにちは、司会の柴山加奈子です。それでは1月16日からの島の国チャンネル、今回のラインナップです。ひらり島人では新成人の皆さんをご紹介します。志摩市からのお知らせでは、志摩市公式インスタグラム投稿キャンペーンについてお送りします。まずはきらり島人のコーナーです。今回は新成人の皆さんをご紹介します。こちらの VTR をご覧ください。1月10日志摩市成人式が行われ、集まった新成人が新たな一歩を踏み出しました。今年の成人式は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、マスクの着用、会場入場前の検温実施、手や指の消毒、会場内への一般の入場を控えるなどの対策を取った上で開かれました。また式典の様子のライブ配信も行われました。式は志摩市成人式実行委員会の司会で進められ、はじめに市長がお祝いの言葉を送りました。輝かしい新年を迎え、皆様の晴れやかな笑顔が一堂に会し、ここに志摩市成人式を開催するにあたり、心からお喜びとお祝いを申し上げます。さて、本日お集まりの新成人の皆さんはすでに社会人としてご活躍であったり、学問に勤しんでおられたりと、その立場は様々でしょうが、20歳を境に法律的にも一人前の大人として権利と義務を有することになります。そしてこれからの街づくりは行政が主体となって行うものではなく、市民一人一人の社会参加への意識と積極的な行動の積み重ねによって実現されるものであると思っています。今日お集いの若い皆さんの柔軟な知性とたくましい力で、さらに魅力的な志摩市を作っていただきたいと思います。志摩市においても新型コロナ感染拡大の影響を今も大きく受ける中、これまで経験したことのない日々を皆さんも送っていることと思います。私たちはこれから地域の宝に一人一人が気づき、共有し生かすことで志摩市をより魅力ある町に変えることができると信じています。皆さんが生まれ育った志摩市は、人間が人間らしく生きるために必要な心の豊かさを全国に発信していける魅力的な町です。そのことを胸に刻んでいただいて、希望あふれる未来へ羽ばたくとともに、市民としてまた志摩人として志摩市の発展のために、若いエネルギーを存分に生かしていただきたいことを願っております。新成人誓いの言葉では、代表の森井幸喜さんと尾崎智則さんが挨拶に立ちました。本日は成人を迎えた私たち新成人の多くは、この志摩の地に生まれ育ちました。今日を迎えるまでにたくさんの出会いがあったことでしょう。皆さん、感謝の気持ちを持っていますか？私はこの節目の日をもって改めて心から感謝をしたいと思います。私は現在工学館大学で社会福祉士の資格を取得するために日々勉強しています。少子高齢化が進んでいる中、将来私はこの地元志摩市で福祉関係の仕事に就きたいと考えています。私がここまで成長してこられたのは、お父さん、お母さん、兄、祖父母の存在があったからです。この志摩市に
就職することが恩返しになると思い、これからも勉学に励みたいと思います。私はこれまでお世話になってきた伊勢志摩で地域活性化に関する職に就こうと考え、工学館大学で日々勉強しています。現在課題となっている過疎地域人口減少第1、第2次産業の衰退は私たちが住んでいる地域も例外ではありません。この地域に残りさらなる発展に携わっていくことが、これまで私を育ててくださった家族、先生方、地域の皆様、そして美しい志摩市への恩返しになると思っています。私たちが生まれ育ち遊び学んだこの志摩市をさらに魅力ある市にすること、後世につないでいくことが使命であると思っています。新成人たちは式が終わると久しぶりに会う友達との再会を喜び、新たな門出を祝いました。そうですね、このコロナの中で、コロナの状況の中で無事に成人式ができたってことはとても嬉しく思います。で、この日のために準備してくださった関係者の方々にとても感謝しています。大学で今学んでいる社会福祉のことについて学んでいるので、その学んだことを、その仕事につけるよう頑張りたいと思います。感謝の気持ちはやっぱり20年間ここまで育ててくださった両親と祖父母の皆さん、祖父母の方々に感謝したいです。20年間ありがとう。これからは少しでも恩返しできるよう頑張ります。ありがとう。初めてもうすごく緊張はしました。僕も誓いの言葉を言わせてもらっていただいて、正直震えながら読んだ状態だったので、もう本当にいい経験させてもらえたなと思います。誓いの言葉の中にもありましたが、僕はこれから町づくりについて、職業についていけたらなと思っています。これからいろんな課題が自分の周りにも降りかかってくると思いますが、いろんな経験を生かして乗り越えていけるような、人生にしていけたらと思っています。で、大きな夢ですけど、自分が今後この志摩市を担っていけたらなと思っています。はい、やっぱりお父さんかなと思います。20年間いろいろ学面でもスポーツでも、お世話になってきたので、感謝しきれないのかなと思っています。20年間、ありがとうございました。いろいろ夢は変わってますけど、これからもよろしくお願いします。なんとか無事開催できて仕事も終えれたので良かったです。まず社会人として志摩市に貢献できるように頑張っていきたいと思います。育ててくれた家族にまずお礼を言いたいと思います。20年間育ててくれてありがとうございます。これから頑張っていくのでまたよろしくお願いします。このコロナの環境の中で開催してくださった志摩市の本当に大人の教育委員会の方々にはとても感謝してますし、最初はちょっと緊張してたんですけども、やっぱりやり終えてからの実感というか、あ、やりきったなっていう感がすごく良かったと思ってます。これから体調管理はしっかりするとともにですね、仕事にも今まで以上に励み成績を出していきたいと思ってます。そうですね、一番っていうと本当にたくさんいるんですけども、その中でもやっぱり僕を産んでからずっと育ててくれたお父さんお母さんには本当に長いようですごい短かった20年だったんで、これからも元気に頑張っていけるんで応援よろしくお願いします。ありがとうお父さんお母さん。今このコロナ禍の中でなかなか成人式やるっていうのが難しい、やってない地域もあるじゃないですか。その中でもこうやってさせていただいたことがすごくありがたいなと思っています。今社会人2年目で次3年目になるんですけども、どんどんこうスキルアップして上と上がっていけるような年にしていきたいなと思ってます。やっぱり家族に一番感謝を伝えたいですね。ちょっと仕事で失敗していつも弱音とか吐いて家族に困らせてたりするんですけど、今年はちょっともっとなんていうんですかね、たくましいというか、もうちょっと家族に安心してもらえるような姿を見せて頑張っていきたいと思います。いつもいろんな
ことをしてくれてありがとう。今年はもっと頑張りますのでよろしくお願いします。コロナとかでいろいろ大変で健康とかもあったけどちゃんとできてよかったです。1年後に国家試験があるのでそれが受かるように勉強頑張りたいです。今一人暮らししてるんですけど、まあ、それで自分が辛い時とかもいっぱい支えてもらったので一番家族に感謝したいです。20年間育ててくれてありがとう。初めてのことで緊張しましたが、周りの方の支えもあったので最後までやりきることができました。社会人になり今年で3年目に入るので成人し少し大人になったのでこれからも何事にも精一杯頑張っていきたいと思います。家族、友達、職場の方です。私一人の力ではここまで成長できなかったので周りの方に感謝したいです。今年で成人になるので少し大人になったのでこれからも頑張っていくのでこれから恩返ししていきたいです。実行委員の実際緊張してで仕事の関係で会議が全然行けなくて1回しか行けなくてでもみんな温かく見守ってくれてそれでみんなの力もあって無事少し噛んでしまったんですけど無事終えることができました。はい、僕は伊勢の方で就職してで工場で働いてるんですけど工場ではやっぱり周りからもいろいろ汚染とか言われるのでそういう清掃活動など実際自分の会社でやっているのでそれを自分からでも上に上司などに伝えてで周りの地域や環境にちょっとでも役立てるように頑張りたいと思います。お母さんに感謝の言葉を伝えたいです。自分小学校中学校高校と野球を続けていてで硬式野球部に公式野球部に入った時にお母さんは自分の会社を辞めてまで僕のために送り迎えなどしていただいたので、でお母さんの力があっての今の僕があって周りの人も支えてくれているんですけどお母さんの力が一番今の僕を作ってくれたと思います。お母さん、高校の時いつもお弁当や送り迎えしてくれてありがとう。今の僕はお母さんのために精一杯何かちょっとでもいいので恩返ししたいです。ありがとうお母さん。来年から、就職が決まったので、そこでこうしっかり働いていきたいなと思っております。はい、両親には、進路の時に迷惑をかけてしまったので、感謝をしてもしきれないものがあるので、それを、伝えたいと思います。お父さんお母さんありがとうございます。行動に責任を持てるような素敵な大人になりたいと思います。まず両親にここまで育ててくれて感謝の気持ち といっぱいやりたいことをさせてくれてこんな振り袖も着させてくれて感謝の気持ちでいっぱいです。20年間育ててくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。まあ大学生なんでとりあえずまあ単位落とさずしっかり卒業して、まあ、就職難が続くと思うんですけど、まあ、こういうところでちゃんと喋れるようになりたいんですけどそういうのを喋れるようになって、まあ、恥じない大人になれればなと思います。いや両親ですかね、ちょっといろいろ迷惑かけちゃったり風邪をひいたりしたんで、おかげさまで20歳まで生き延びることができたんでまだ迷惑かけるかもしれないですけどちょっと僕も支えてくれたらなと思います。お願いします。ありがとうございます。20歳になってからさらに気を引き締めて今後も頑張りたいと思います。やっぱり親が一番ずっと支えてきてくれたので感謝しています。
人式を迎えて、20年間本当に支えてくださってありがとうございました。これからも迷惑をかけると思いますが頑張りますのでよろしくお願いします。私はちょっと商船とかに通ってたんで今まで学生だったんですけど、もう成人を迎えて社会人になるので仕事とか大変だと思うんですけど、これから頑張っていきたいと思ってます。家族とか両親ですね。今まで学生の時間とかが長かったのでいろいろ大変な迷惑とかもかけたりもしたんですけど、ここまで育てていただいてありがとうございます。今まで育ててくれた親に感謝して立派な成人になれるように、これから生活とかもおとなしくなって過ごしていきたいです。いやそれは親ですね。やっぱ今まで育ててくれたんで、思春期の時に反抗期がすごくひどかったんで、その時に結構迷惑かけてしまったなと思うので、今後恩返しできるようにしっかり成長していきたいです。今まで育ててくれてありがとうございます。これから恩返していきます。今自分は大学生で関東の方で箱根駅伝目指して陸上をしているので、来年こそは箱根駅伝出てシード権獲得したいというのが一つ と、もう社会人の仲間入りというか大人の仲間入りということで、しっかり、自己分析などをして、自分に合った職を探して就職活動の方を頑張りたいと思います。一番はやっぱりここまで支えてくださったお母さんお父さんに感謝をしたいと思います。ここまで支えてくださって本当にありがとうございました。これから、もっと魅力的な人間になれるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。の抱負は、看護学校に今通ってるんですけど、この立派な看護師になれるように勉強を頑張りたいと思ってます。お母さんに伝えたいです。ずっと看護師としてその自分の目標となるようなお母さんなので、お母さんみたいな看護師になれるように頑張りたいです。お母さんいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。20歳になったので、大人らしく余裕のある大人になりたいです。お父さんですね、はい、悩んでる時とか自分が苦しい時とかにやっぱり陰で支えてくれたことが一番嬉しかったなって思います。お父さん、今まで頑張って育ててくれてありがとう。これから親孝行できるようにもっと大人になります。最後は志摩市からのお知らせです。今回は志摩市公式インスタグラム投稿キャンペーンについてお送りします。こちらの VTR をご覧ください。皆さんこんにちは、志摩市観光課の浅野です。志摩市では公式インスタグラムを開設し、美しい自然や食などの志摩市の魅力を発信しています。現在志摩市公式インスタグラムでは投稿キャンペーン志摩×思い出を開催しています。志摩での思い出をテーマに、これまでに志摩市で撮影した思い出の写真の投稿を募っています。応募の方法は、志摩市内で撮影した思い出の写真を選んで、志摩市の公式アカウント、志摩シティオフィシャルをフォローし、志摩スタグラム、伊勢志摩、志摩での思い出の3つのハッシュタグをつけて投稿するだけ、素敵な投稿をしてくれた方の中から10名様に真珠製品や志摩の美味しいものなどをプレゼントします。投稿募集期間は2月28日までです。どんどん応募してください。皆さんの投稿をお待ちしております。それでは今回の島の国チャンネル、この辺で失礼します。次回もぜひご覧ください。